キャブスブサビガン。はい、あのリトルナイトメアって Google 翻訳入れてアラビア語にしたらこういう発音でした。もうこのわけわかんないタイトルコールシリーズいる？普通に始めろってちょっと思ってきたんだけど、今回はですね、リトルナイトメアの続きやるんだけど、前回で一応ストーリー終わってダウンロードコンテンツ、そっちの方ちょっとやっていこうかなと。どういうお話なんだろうね、ダウンロードコンテンツって。ちょっと待って、そのままゲームを再開するやったけど、これ合ってんのか。お、始まりそう。あ、あ、合ってる。あ、これ続きだ、始まったんだ。ダウンロードコンテンツそのままなるんだ。え、あれでもこれなんか普通のちょっと待って、ちょっと待って待って待って、これ普通の本編の最初じゃないか待って、わかんないな。まだ最初と同じ始まりなだけかもしんないもんね。ヨッシーの頭みてえなんて言ってたもんね、一番最初も。それと同じ始まり方するだけで、まあ、ちょっと別のストーリーになってるみたいな感じあるかもしんないもんね。同じだな。待って、これ何、どこにあんの。これニューゲームか。セーブデータが浮気され、待って、違う。チャプター選択。もうダウンロードコンテンツ探すところをみんなに見せてるよ今。チャプター選択って、あ、これなんかどっかからできるみたいなのを選ぶってことか。どうしたどうした、止まったぞ画面が。おい、チャプターを選択させろせめて。あ、来た。わ、すげえ、こういうのあるんだね。あ、あ、これじゃない。あ、これっぽい、これっぽい、これっぽい。あ、来た、これだ。これがダウンロードコンテンツって、どれやればいいのこれ。ちょっと、どれが始まりかさ、示してくれよ多分左からだよね、多分左からだと思ってやるわ。現在のチャプター進行をリセットされます、よろしいですか。はい。なんかダウンロードコンテンツストーリーみたいな感じじゃなくて、こうやってチャプターでやってくんだ。ごめん、間違ってたらごめん。やり方が間違ってたとしたらごめん、先に謝っとくわ。でも見た感じ、今さ、リトルジョージイエローじゃなかったよな、そもそも。なんかちょっと違う子っぽい感じだったけど、違う子のストーリーになるのか。あのね、ちょっとだけね、ロードが長いんだよね、このゲーム。まあそんな気にならないんだけどね。早く始まれとか別に思わないから。早く始まってくんねえかな。あ、来た、始まった。あ、もう全然違え、全然違えな。謎の海から始まってんだけど、あー、あの、潜水艇に入るところとかから始まんのかな。うーわー、髪長、なんかお前ベベベベベベベみたいな髪型してんな。あー、もうどういう始まり方なるほど。いや、あー、待って、ちょっと待って、これさ、あ、待って、これさ、ちょっと待ってね、まだわかんねえ、まだわかんねえな。これ他に、他に別に寝てる。俺リトルジョージエローの時さ、なんかこういうベッドに寝てる子たち見なかったっけ。なんか赤ちゃんいるみたいなさ。それ実は赤ちゃんじゃなくて、あ、ライトとか持ってないんだな、ライター持ってないんだ。こういう子供だったのかな、その子供のお話って感じなのかな。どこに行きゃいいかわかんねえから、とりあえず進んでこ。なんかお前走り方独特だな。でも走り方独特じゃない？走んなら走れよ、ちゃんと。ね、ちょっと、のそのそ、そ、歩けじゃん、もうそのスピードだったら。こっちに行っていいのか？とりあえず行くか。あ、なんかいる。え、なんかいる。え、あー、めっちゃ追っかけられてる、めっちゃ追っかけられてる、めっちゃ追っかけられてる。あ、捕まってる。ルフィンクスが。わかった、これリトルジョージエローの前の話か、時間帯的に。だってルフィンクスはさ、完全にガシャーン行ってシャンクスは両腕失ったシャンクスになったもんね。安いもんさ、両腕なんてって。シャンクス両腕がになってたもんね。多分これ時間帯的にリトルジョージエローより前の時間の話なんじゃねえかな。とりあえずこのベーベーベー、俺はもうお前を名付けるベー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 としてやっていくぞ。ベーベーベーやってこう。これボーボーボーのお兄ちゃんだからな、ベーベーベーって。ちなみにボーボーボーのお兄ちゃんってババ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 ビビビビビビとかいるからね。どうでもいい雑学話していくわ。あー、ここは来たことあるところなんだよね。ちょっとね、明かりがねえのが嫌だな、暗いままだと。あー、落ち、あー、見たことある。
これ見たことある。リトルジョージイエローで来たところを同じところ行くってちょっと新鮮だな。新さんなめこの感じすんな。で、降りて、夜なのに昼がいて、まだライト昼。昼、お前、ウボギに噛みちぎられて死ぬんだぞ。で、こっち行くか。これなんか懐かしいな。あんま日立ってねえのに。すげえ懐かしく感じんな。そうだよね。なんかまだ固まってる子とかもいないから、多分前の時間なんだろうね。あ、でもなんかいるな。あれ、なんか女の子っぽいのいない？やべ、面白えな。こうやってリトルジョージイエローの時にやったステージを戻っていく感じか。なんか面白いね。最初のステージを戻ってまたやっていく感じ。これどっか行くわけでもなくて、でもつうことはまたルフィンクスと俺戦うの？そしたらなんかおかしくなっちゃうよね。今ルフィンクス俺倒したらさ、え、これどういう時間帯なんだ？時間軸わかんない。ルフィンクスも実は何人もいたのか。実は5つ号みたいな、大好き5つ号みたいな感じなのかな。キッズ王の前にやってた。わあ、あったあったあった。ここね、ここら辺トナフキンいた気がするもん。ただ明かりがねえし、トナフキンもいねえな。寂しいな。これ降りていいのか。よこいしょ。さあ、一応明かりに当たんないようにしに行きたいけど。あ、おにゃん、なんか、あ、もうにゃ、逃げた逃げた逃げた。あいつ生きてんだ。あ、もうやべ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 。でもごめん、焦りっぱなしだわ。え、そういうことはさ、もしかしてさ、こっちか、こっちから行くのか。他の子と協力とかあんのかな。これ前見られないか、一気に行っちゃえるか、ここ危ないか。一旦止まろう、一旦止まろう、一旦止まろう。ここ大丈夫だよな。で、このまま進んでいこう。うわっ、戻ってくんだね。戻ってやり直しじゃなくてステージをそのまま戻ってる感覚なんだな。うわー、あったあった。あ、積み木あったっけあったあったって言おうと思ったけど、積み木がこうやってあったか覚えてないから、ちゃんと自分に嘘はつかない。あったっけにしとく。みっけあったっけ。まあ、とりあえず進んでいこうか。走っていいのかわかんねえ。どういう敵に襲われるんだ。じゃあ、ああ、鬼達志いけんのこれ、そのまま。うわ、もう鬼達志がそのままいけんだな。ああ、ああ、ああ、なんか海外の公園で羊がここで遊んでたみたいな話した気がするわ。回して回して、で、機関車トーマスもあったけど、わ、くれえな。なんもねえんだな。ことが起きる前なんだな、リトルジョージエローが襲われる。なんかもうビリビリも言ってないもんね。じゃあこれそのままいけちゃうのか。うわ、いける、そのままいける。うわ、なんか全部記憶がゆっくりと蘇ってくる。この電気ね、食らって鬼立つしって言ってて、視聴者の誰一人にもほとんど伝わってないのね俺の鬼達志ネタ全然視聴者に伝わってねえの。コメントを見てもどこにもねえの。しろしてくれもう分かんなくていいから。ああ、あれねってもう知ったかしてみんな別に調べに行けとは言わない。もう知ったかだけしてちょうだい。ああ、いる。あ、女の子。待って待って、ここからスカート見える。スカート、パンツ、パンツが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 、待って、パンツが見えるぞそれ。おいおいおい、ちょっと待って、あの女の子の感じ、私のマイハニー的立ち位置なんじゃないか。うわ、こいつちょっとさ、うわ、なんか絶対ベベベベベベベだよね。目がすごい綺麗なんだろうな。あー、なんかもう6年ぐらい部屋から出ないでずっと部屋でゲームしてるみたいな。いるもんな、多分俺の動画見てる人にもいると思うんだよ、ずっと部屋でゲームし。人と会話しろ。これの、あ、これか、これ使えばいいのか。使ってってという。俺もね、全くもう人と話す時間が全くないね。ずっとゲーム、ずっとパソコン画面に向かって俺喋ってるんで、多分俺の方が重症なんじゃないかなって思う。はい、上りのしてこっち行けばいいのかな。あ、本当に戻ってくんだね。あ、あったあった、ここ。わ、いる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 。いや、まあ俺が悪いか。ちょっと待ってよねえ、マイハニー、マイハニー、マイハニー、ちょっと待ってって。なんで待ってくんないのかね。これ引きずってるギーギーの音でさ、一瞬後ろ振り向くぐらいしてくれてよくない。
振り向きもしないで、もう前ハニーは恥ずかしがり屋なのかな。で、これちょっと待って、待って、これどうやって降りんの、どうやって降りんのか教えてお姉さん。でもこれ見た感じ普通の子供だよな。まあでもめちゃめちゃちっちゃいんだもんね。多分トンタッタ族レベルのちっちゃった、まあトンタッタ族の方がちっちゃいんだろうけど、でも小人なんだよね一応。あのでっかい化け物からしたらシルバニアファミリーで遊んでる感覚なのかな。めっちゃ走ってく、めっちゃ走ってく、すごいな。体中にご飯ですよつけてるもんな、すごっ。待って、これさ、どうやって降りんの。あ、こうか。あ、降りれたー、よかった。ここでさ、確かさ、ルフィンクス見たもんね。引きずってるルフィンクスを見た気がするわ。その時はまだ獅子王誠がボノレノフなんじゃないかみたいなこと言ってた気するもん。で、降りてって、服もちゃんとこの子供サイズで着てるもんな。あいつらからしたらほんとシルバニアファミリーか。そういうことなんだな。で、これ追っかけてっていいのかな、あの子を。とりあえず登れるかい。オッケー、どっかで合流できんのかな。進もう。わ、戻ってる戻ってる。あ、これ、え、こんな穴あったっけ。あ、こっちか。引ける、引け、あ、なんかこれそうだね、大きさ的に引けないね、身長的に引けないもんねこれ。なんか、うん、もどかしい感じになったね。で、こっち行けない、下か。じゃあここ入っていいの。はい。おーおーおー、このままぶつかったら死ぬな。ああ、でも、なにここ。全然知らん、え、全然知らんとこ来た。あ、え、でもオープニングのところっぽい感じでもないよな。わー、まあとりあえず行くか。うわ、なんか汚そう、ちょっとここ汚い感じするよね。排水的な感じなのかな。あ、いや、浅、深いからの浅いが早いな。まあ進んでっか。浅い、浅いな、浅い企画だな。あっちに、ここ引っ掛け登りのかい。そういう感じじゃないね多分これ。なんかを台に、あー、これだな、明らかに違う色の、こ、あ、これか、ここ、あ、いいね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 。重てー、重たいな。うん、ちょっともうちょっと早く進んでくれないかなってちょっと思っちゃうな。あんま良くないね。せっかちですね。すいません。完全にせっかちなカタツムリになってますね。私、完全に今せっかちなカタツムリ状態ですね。はい。で、ここにやって、登れるかい？ベーベーベー。ベーベーベー登れるか？ナイス！ナイス！サクサクパンダだな。で、奥行きたいけど、いや、ちょっとさ、明かりがねえから、ライターがねえからさ、ちょっとね、編集でちょっと明るくして見やすくはしたいとは思うんだけど、こっちは登れる？登れる感じじゃないな。ここは？いや、もう見えなくなっちゃった。もう何も見えないわ。今この主人公の子が、なんか、こういう危機的状況でズボンを下ろすことに興奮を覚えるみたいなタイプの青年だとしても、今だったらバレないよ。もういいぞ、なんか危険なタイミングだけど、こういう時に変質者みたいなさ、ズボンを下ろしたら興奮するんだみたいな、変質者タイプだとしたら、今の部分だったら見えないよ、俺からは。もうこっそりズボン下げるみたいなタイプの人間ね、ないでほしいけど。あ、お、こんな都合よく落ちてんの？うわっ、うわ、しかもなんかちょっとリトルジョージイエローの時より有能だな、このライト。このライトなんかめちゃくちゃ有能だな。あー、登れはしないのか。これいいライトだな。いいライト、使えるライトだと俺は知ってるぞ。おっとっと、ご飯ですよが私を導いてますね。こっちに来いと。こっちにご飯ですよがあるんですよと。で、登れない。うわ、なんか手形がついてる。これあの女の子じゃない？足跡もあるもんね。あ、このライト、あの女の子なのか。あの女、あー、え、ヒル、え、ってこと。あ、待って待って、来ないで、ちょっと待って、一旦来ないで、一旦来ないで、一旦来んな、一旦来んな、お前。こいつを殺すことはできないから、そのまま追っかけてっていいのかな。あの女の子にこのライト返したいな。はい、君の矢神だよって。あ、矢神じゃないや、ライトだったね。矢神ライト、デスノートボケなんだ、へへみたいな。初対面の印象最悪だろうな。なんだこのつまんない男って。なんか怪しい感じのところ。めっちゃ昼、めっちゃ夜なのに昼、めっちゃ昼、めっちゃ昼、早え、めっちゃ昼。あー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 、ごめんなさい、あのマイクがちゃんと波形あるかたまに確認したくなっちゃうんで。これジャンプしておける。あ、もうこれ、もう突っ走るか。とりあえず突っ走っていくとして、鏡のかっこいいな。フィルミーのジャンプして。
で、そのまま進んでって、水だから早いのかな。うわー、こっち？あ、もうこっちじゃない、あっちだ。くんな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 、ちょっと待って、一旦巻いて、登って、上くんの、こいつ、上くんの。うわ、来ないよな。うわ、すげえ溜まってる。なんかもう土壌みたいになってる。めっちゃそんなに吸い付きたいのか。悪いな、俺は先に行かせてもらうぜ。ちょっと待ってよ。登ってって、これどこまで上に。あー、なるほど、そのタイプか。あっち側に行くのか。せーの、あぶね。何の音な、もうこれさ、でもこれさ、下ね、めっちゃ下に落ちてきてるからさ、ルフィンクスとかじゃなさそうだよね、出てくるとしても。なんか違う敵出てきそうじゃない。ちょっとマイハニーどこ行ったの。マイハニーもう全然見えなくなったんだけど。ギャース、もう落ちる感じやめて。ギャースって言っちゃったじゃん。うーわー、もうやだ俺。もうどのゲームにおいてもさ、こういう水の、もう水中ステージみたいなところ俺嫌いなのよ。ちょっとここ、とりあえず登る登る登る、岡田登るになりますか。イジリー岡田さんの本名。一旦見回そう。あそこに行けばいいのかな、次のタンスに。なんかとりあえずさ、ちょっと大きめにジャンプしたいね。ナイス。潜った瞬間に、これ来ないよね。なんか今のところさ、昼以外、なんも来ないからいいけど、ここ一応入ってみたいな。入れないんだな。じゃあ、でもなんか、ごめんなさい。もうダメだ。あっちの奥なんか暗くない？あれ何あれ？あ、穴だ、ただの。ただの穴だ。くそ。こんな静かなゲームなのに、なんか俺もうパーティーゲームの気分でやっちゃってるもん。ちょっと俺の中でもうね、このリトルナイトメアがマリオパーティーと同じレベルになってる、楽しさが。はい、一旦潜りましょう。で、すごいな、しっかりついてんな。もうびっちゃり登って、体重くねえのかな、こんなにさ。普通水で拭くな。なんか吸い込んだらすげえ体重くなりそうだけどな。で、右下のセーブなのかセーブされてないのかわかんねえから、俺はセーブって信じないようにしてる。引っ張れる？ナイス。まあまあの力だね。ちょっとこれせっかくなら落としたいな。ちょ、落としたいな。お、お前、は？お前、お前なんで立ち上がったんだよ。は、腹立つな、あいつ。あの板めっちゃ腹立つな。で、また海じゃん。いや、海じゃないんだけど、俺からしたらもはや海みたいなもんだから海で行くわ。あー、うわ、広、うーわ、もう絶対絶対なんか出る。なんか出るって常に思っといた方がいい気がするから、なんか出るって思っとく。なんか、なんか奥動いてるもんね、完全に。あ、なんか来てる、なんか来てるじゃん。わ、言えよ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 。待て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 、これ大丈夫か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 。手伸びてる。あー、まあ俺を食っても美味しくないけど、待って、これ粘れるんじゃねえか。もうさ、無視した方がいい、無視した方がいい、無視していく。これ泳ぐの早くて、泳ぐ早い方法とかあんの、これ。クロールとかできんの。あ、もうなんか来てるもん。もうこれで行くしかないの。ちょっと、もう間に合うこれ。あ、間に合うか間に合うか。なんかさ、もう早いんだって。登れ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 、アップね。なんか完全にいたもんね。あ、なんかいない？あー、ごめん。動画にするとわかんないかな。ちょっと、うわ、なんかいるって。なんか魚人族みたいな、アーロンみたいなやついるって。パンダーデッケンみたいな、ホーディ・ジョーンズみたいなやついるもん。アーロンいたよ。シャーハハって言ってそうだもん。シャーコンだーっつって言ってそう。ナミー、ごめんなさい、ずっとアーロンの真似しちゃう。ちょっと甘えん坊になったアーロンやっていい？ナミー、ねえ、ナミー。はい、ちょっともう一個だけやっていい？カブトムシをナミに見せつける相川翔やっていい？おいナミー、見ろよこのカブトムシ。ごめんね、あのね、一人でね、ずーっと実況やってるとね、もう頭がおかしくなってくるのよ。こういうことをやってしまうのよ。もう聞かなかったことにして、もうよくよく考えてみて、ナミにカブトムシを見せつける相川翔ってもう意味がわかんないからね。こっちじゃないのか。あ、こっち行けんのか。あ、落ちんのこれ。え、落ちれる。なんかさ、このレバーみたいなのもないけど、とりあえず一旦落ちてみる？あ、落ちれるんだね。で、
明かり大事だなこれ。ライト大事だな。あーんと謎の、ええ何これ、ええ何これ、えこれ昼、これどうすればいいの。うわ全然襲ってこない。あんなに俺のこと好きなはずなのに全然襲ってこない、全然襲ってこないこの近距離で一切襲ってこないおい、なんかそうなったらそうなったってちょっと寂しいな。だから襲ってこいよねえ。うわ襲ってきた、嬉しい。あーでもなんかさ、もう戻れないから多分これをどうにかするんだろうね。これ持って、あーなるほど、投げて、うわなんか襲ってきそうだよな。来るよね、絶対来るよね、絶対来るよね、絶対来るって思ってたもん。一旦距離取って来る。あめっちゃ来た、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 捕まえてごらん、はっはっはっは、捕まえてごらんよ、うわ捕まえてごらん、じゃあね。恋人ごっこはここまでだ。あいつのので明かりをつけて、うわかっこいいな。ベベ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 、ちょっとイケメンな感じすんな。でもこれ奥花子かい、奥花子行っていいのかい。特になんもないね。じゃあそのまま進んでいこう。なんかもうなんか髪が長いよな、ほんとほんとベベベベベベベだな。これ落ちて大丈夫、下は、あ海っぽいな、もういつまでも海っていうね。これ落ちていい、ほんとに落ちるよ、はい、来た。まあ海もね、落ちたら痛いからね。で、右につな、まあ、とりあえず奥行って登ってく感じか。のぼろうくんだな。のぼろうくんになってすごいよね。だってさ、びちゅびちゅになった状態ですぐこうやって登っていけるんだ。早くない？ここ登っていくスピード。もうサスケのファイナルステージ結構得意そうだもんな。でもサーモンラダーとか苦手そう。ガンガンってやるのちょっと苦手そうだよね。で、ここまで行って、レバーがあって、あーこれ引けないタイプか、引けないタイプ。でもあっちにもレバーあんな。待って一旦見渡そう。ここ、あこういうレバーもう触れないって分かってる。あ上もなんかあんな、なんだあの上は。で右に謎の TP があんな、なんだこの TP、 この TP は使うのか。あトイレットペーパーのことね。 TP 一応、えこっち投げる、でも、あでも投げれないもんな。ここに入れるとかじゃないもんね。だったらもう、こうだな。一瞬でトイレットペーパーを無駄にする方法だな。じゃあこっち、登ってジャンプで引く感じかな。はい、ジャンプして、左、もうちょっと左行ける？はいよ！ナイス！あ、これでライトつく、動くようになる、起動するで弾けるんじゃないこれ。あーあいいね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 、弾けてるね。一気に弾いちゃおう。これどうなってんの。あーはい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 、水がすごい。これ右に行きたいんだよな俺多分。あっち繋がってるもんね。え息止めんの、え無理だよ俺。水中でさ、水中メガネしてないと目開けれないタイプの人間だからさ、無理だよ俺。えこれいける、大丈夫、ベベ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 、いけんのこれ、潜れる、えこれ、えいやお前何してんの、いやお前めっちゃ泳ぐの下手だな。いや潜ることできねえじゃんお前。あ、これあれか、これでなんか調整すんのか、こっちに戻せんの。あ、戻せる。あ、そういうことか。あ、あ、わかった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 、こうだ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 、この間に、あ、こうだこうだこうだ、簡単だな。で、進んでっていいのかな。あ、でももっと減らした方が良かったのかな。まあ、積んだら戻るか。いや、戻れねえな、この水の量じゃ。あ、いいねいいね、いけてんね。で、登ってって、あ、ちょっとね、明かりをつけて、どこに行けばいいかを見よう。また板か。板が通れ、ん？取れねえ。これ板じゃねえのか。ここでもないな。あ、こっちか。でもこれなんかできる？
で、あ、できるできるできる。お、押すタイプだ。うわ、またなんかさ、この水の感じやめてほしいんだ。待って、なんか音しない？あ、しないわ。全然。あ、待って、あ、しないわ。なんかいない。やっぱり、え、いるじゃんいるじゃんいるじゃん、え、いるよ今、やっぱいたよ。え、いるよねこれ。え、なんかいるよね。あ、待って待って、あ、いたいたいた、ちょっと待って待って、お前でもタイム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 、間に合うか間に合うか、間に合う間に合う間に合う、あぶねあぶね、あぶねあぶねあぶね、何あいつ。てかさ、姿見せろよ。こっちだけ姿見せて恥ずかしいな。いる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 よ。なんかブクブク言ってる、すげえブクブク言ってる。うわー、落とされる、ちょっと落とされるってあんの、落とされるってあんの。てこれもやだ、もう魚人じゃん。いた、まだまだ、何もやめてよ、魚人じゃねえかよ。次どこ、手前より一気に右に行った方がいい気がするんだよな。右行けっかな、右に行くか。あいつブクブクやってくっから、来た、もうこのタイミングを見よう、逆にあいつのタイミングを利用してやるわ。で、登って、なんか来そう、登ってジャンプして、次どこ、右、これ行っていいんだよね多分。行っちゃい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 、一気に行っちゃい一気に行っちゃい、行ける？これどこまで？あ、やべえ！あ、し、あ、し、あ、あ、あ、し、あ、し、あ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 、すっごい長いって。もう分かったぜ、そもそもここに行くところがすぐあったんだな、別に置く必要なかったんだな。ここに来てこのまま上か。で、意外とさ、追われてはいるけど時間に余裕があるんだよね。そんなにギリギリって感じじゃない、ギリギリチョップな感じしないから。で、て、あー、手前で登って、これどっちだ、もうすぐパッて行けるか上に。いや、一旦、いや、急ぐな急ぐな急ぐな、登ってで、登ってなんかちょっかいかけてくる、もう好きな子にちょっかいかけるタイプか。こ、いける、あ、あ、ダメだ、あ、先回りされてる、先回り、え、お前、どこ行ってんの、え、ちょっと待って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 、もうよくわかる、あ、やめて、押すのはダメだって、ちょっと、ごめん、だ、もう行っちゃえ、あっち気になる、あっち何、あっち行っていい？こっちだ。へい。上りのこっちから、せい。な、あ、なんかやっぱあるもんな。これ、え、これ何？あ、これぶつけるとかすんのか。あ、いい音。おお、え、え、あ？いや、もう何してんのかよくわかんねえな。あ、なんかあれか。このゲーム始めた時に集めたなんだかが5みたいなさ、5分の0みたいな。それのこと言ってんのかな。えい、ここに行ったりしねえのかな。うわー、すごい跳ねてる、すごい縦に、なんか茶柱みたい。うわ、見た目見て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 、ほら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 、見た目やっぱなんかいるよね。うわー、いる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 、え、なんかハゲてね、なんか落ち武者みたいになってない、お前、お前落ち武者魚人って呼んでやろう。なんか中途半端な、お前落ち武者なのか魚人なのかわかんないみたいな、落ち武者魚人でいくわ。落ち武者巨人、お前なんか、お前何してんの、俺落ち武者巨人、お前何やってんの、うろちょろしてるけど。これは多分、これ引っ張れる、え、なんかこれ引っ張れねえのか。え、いけねえじゃん、いけねえじゃん、あのレバー関係ねえじゃん。ちょっと待って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 、あぶな、あ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 、来る、あのレバー何も関係なかったんかい。登って登ってこっちじゃ、オッケー、つーことはこっちだな。待て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 、なんでここにご飯ですよがあるんだ。これご飯ですよがこんなにあるってことは、誰がここで死んでんのか、なんかそういう風に見えんな。トナウキンとか誰かが死んだとか、なんかそういう風に見えちゃうな。こっち行ける？いいね。で、いつもの右ジャンプのパターンだろうな。はい、ナイス。で、ぐるりんこできる？これは、あー、あー、これよく、あ、加藤じゃねえか。お、来た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 、まさかの加藤を引き上げ、俺がまさか加藤を引き上げるとは、すごいな。あー、加藤、腕が、加藤腕が出てる。加藤加藤、リトルナイトメア恒例の加藤、また今日もきっと俺が加藤の画像ひたすら貼ってるだろうけど、加藤、加藤そんな腕が、加藤何人そう入ってんだろこれ、え、これ、え、ごめん、待って待って、これぶら下がれんの、そもそもこれいけんの、はい、でも全然届いてない。
あ、これそのままいけんのか。いや、待て、いんのか。せめて見えるところで死んでくれ。何が起きてんだ今。いや、でもな、左のレバーやっぱ関係ないのかな。これでもこのまま進んでいきそうだよね。あ、待て、あ、こんぐらいか。こんぐらいにして、え、でもこれ掴めないよな。掴むところが、いや、ま、手掴むの。まさかの。あ、普通に掴めんのかい。うわすごい、股間から手が生えてるみたいになってる。で、登って右にやってぶら下がりジャンプできる。よくやりました、よくできました。で、そのまま勢いつけて、ナイス、ギリギリだね。意外とギリギリなところ着地すんね。で、これ何、魚、これいらなくなったのがここに捨てられてるってことなのかな。捨てるところをこのお風呂、海外でしか見ねえ、なんかもうドラマでしか見ねえようなお風呂を利用してる。あ、そういうことか。これあっちに投げて、そっちに行かせてる間に俺が右に泳いでいくみたいな感じだな。はい、こうしたらあっち行くんじゃない。いか、行ってる？いっ、あ、あ、行ってる、今だ、今だ、合ってるよな。あ、いいね、来ないもんね。頭がいい、ちゃんとしてんな。俺が頭がいいというよりはこいつがバカなんだろうな。ふい、いないもんな近くに。で、そのまま進んでって、そういうことは、あいつは地上には出れないタイプの人間か。もう人間じゃないんだもんな、落ち武者だからな。あー、右見て左見て交互に見て、あー、なんもねえか。一応持っといていいのか、こういうの。なんか今なんなかった、ピーって言わなかった、今誰かいんのか。ていうか、前犯人どこ行ったんだ。前犯人消えたよな。え、前犯人もうさ、あいつに食われたってことなのかな、もしかして。届かん。あ、待って、なんかある、これか、これを、あ、ナイス、素晴らしいよ。で、そのままいけるかい。ほい、かっこいい。ほんで、このドアに入りたいけど届かない。手前でもない、落ちるわけでもない。なんかあんのか。あ、こっちか。え、なんか音するよね、やっぱり。ピニーっていう音がしてるような。もしかしてお前の声か。もう意外と高い声なんだな、こっち。あ、びっくりした。あ、そういうことか。あ、なんだ、もうよくわけんない仕掛けだな。こう言ってめっちゃ下手すげえ下手くそだなちょっと待って、これ難しいのよ。なんか奥に走っちゃうのよ。手前。そう、そう、ナイス、よかった。あー、行き過ぎた原爆かもしれない、一旦あっち登りたいんだけど、行けない。来る、待って、来るんじゃない。あー、来ないな。なんだろうね。え、なんかでもブクブクやってんな。来るときと来ないときがあんな。あー、ここはクルトワじゃねえんだな。登れる？登れはしないのか。こっちは取っ手があるから登れそうだけど。あ、いいね、登れたね。で、謎のレバーがあるから、引いて水も引くと。あー、時計、あ、なんか見たことあるように思えるけど、ジョージ、リトルジョージエルの時もここ来てないはずだから、多分見てないんだろうね。見たような感じになってるだけだろうね。で、ここを、あ、待って、いや、待って、これさ、なんかさ、降りるんだったら降りるって、降りない、危んな。どういうお前スリルの感じ方してんだよ。ちょっと途中までは省略しようかなみたいな感じで飛ぶな。動いてる、待って、壺動いてる、壺動いてんだけど、ヘンゼルと壺動いてるなんだけど、ヘンゼルと壺動いてるなんだよ。もうグレーテルじゃない、ヘンゼルと壺動いてるになってる。鍵が必要つうことは、あれが、あー、待って、あー、なるほど、これ椅子使うんだな。椅子を引っ張って
ってって登ってあの壺をどうにかすんのか。でもなんで引っかかんだよここ、なんでここ引っかかるんだよ。別に今に引っかかる要素いらないだろう。こっちかい、こっちに登って届くかこれ。あ、届くね。で壺を割るってこと。いくよ、もう壺動いてるもんね。あ、鍵かい。あー、いるじゃん。もうどういう壺、なんでこの、あ、こいつの音だったのかもしかして。うわ、すっげえ、すっげえ動いてる。ちょっともうちょっと違うところ行ってくんねえかな。あ、俺が行けばそっちに行くのか。で、鍵取って、鍵取ろう。鍵取って、ナイス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 。あ、危ねえ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 、くんな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 。俺なんか今突っ込もうか迷ったけど、壺割れるタイミングちょっと一瞬遅かったぞ。トン、パリーンみたいな感じだったぞ。あ、まあでも何の話してんだ。閉めろ、今すぐ扉を閉めろ。そうだ。あーんで、そのまま上に行くか。これなんか別の人もに、なんかさ、あの前ハニーに会うわけでもなくさ、リトルジョージイエローより前の話だろうから会うわけでもないだろうし。あー、わけのわからん装置が動いてますね。で、これは、あ、これ動かせんのか。ちょっと待って、ボタンもあるから一応やれることは全部やっていこう。ボタン押そう。はい、ボタン押したら水がなくなる。あー、なるほど、これで電気が今水に浸ってたから死んでたかもしれないってことか。で、こっちはなんかあるよ、なんかあるけど見れはしないのか。見れはしない、何あれ、何あれ、なんかあるよね。気になる必要がないのかな。で、手前もなんもなくて、これは、え、これ、あ、これ浮かすのか。こうして、一旦降りるか、一旦降りてくるか。あ、ここ、あ、浅いな。はーんと、水を戻せ、あれ押したら水も、え、待って、これどうやって戻る。あ、ここをだんだん、あ、分かった、はい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 。もうね、理解が早いのよ。見てる皆さん多分まだ分かんないと思うんで、私が何やってるかを見てなさしてください。ここら辺に置いて、このハンバーガー、ハンバーガーみたいなのを置いて、で、ここで道を作るんじゃない、飛び石みたいな、飛び石連休みたいなのを作るんじゃないかな。オンバトで見てたな、飛び石連休で。ここら辺にこう作って、で、俺の予想だと、ここを上に登っていける。ボタン押せば水が、待って、ボタン押しても水が入んなかったとしたら俺はもう知らんぞ。出ろ！そうだ、ナイス！水が出る。お、見物な、とか。え？いや、もうなんかそうなるとさ、いや、やっちゃダメって分かってんだけど、今ちょっとこの水に入ってみたい。やべ、やっちゃダメって、もうカリギュラ効果だ。禁止されてる、やっちゃダメ、入っちゃダメって言われると入ってみたくなる、この効果、カリギュラ効果になってる。ちょっとごめん、なんか線香花火みたいだね。うわ、もうすでにこの状態から始まってくれてる。なんて親切なんこのゲーム。飛び、あーん、飛び、あーん。なんか線香花火みたいだね。そのままジャンプでポンポンでいっちゃおう。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプよ。ナイス。ジャンプ、ジャンプ、ナイスよ。ネズミが死んどるな。これは進んでっていいのかい？進むぜ。あー、なんか昼なのに夜が出てきそうだな。逆だな。夜なのに昼だな。何ここ？何ここ？え、でもやばいやばい、もうよくわかんない。え、これ死んだの？これ死んだのかもわかんない。死んでるね。え、待って待って、じゃあこの、え、いや、これ傷、ま、え、これ穴だと思える？ま、ま、思えんのか。うわ、え、でっか、手でっか。いや違うんだよ、これ普通のサイズなんだよ多分。これ小人トンタッタ族だからでっかく見えるけど、これが普通のサイズなんだろうね。これ巨人の手なのかな。で、すごいな、なんか貞子の髪の毛みたいな感じでさ、ご飯ですよが出てるな。こっち行っていいの？うわ、めちゃめちゃご飯ですよじゃん。めちゃめちゃのご飯ですよだよ。ご飯ですよがめちゃめちゃだよ。そして、あー見ちゃったよー。
恥ずかしかっただろうね、今きっと。顔見ちゃったよ。今隠してたもんね、今まで頑張って。隠してたけど見ちゃったよ、今。登りのして、で、なんかしてくんのかな、こいつって。ちょっと待って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 待